皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回は虎に翼第15週水木金の後編予告について史実を交え紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。余談から入りますが、昨日令和6年7月3日に歴史的な判決が出ました。それは旧優生保護法が最高裁で違憲と認める初めての判決が出たことです。旧優生保護法の下で障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判の判決で、最高裁判所大法廷は旧優生保護法は憲法違反だとする初めての判断を示しました。徳良三郎裁判長は、旧優生保護法の立法目的は当時の社会状況を考えても正当とは言えない、生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反し、憲法13条に違反すると指摘しました。この部分の予告となっています。第15週前編予告はこちらの過去動画で詳細を述べていますが、要約すると次のようなものになります。智子はアメリカの家庭裁判所を視察、帰国後は密着取材を受けます。しかし花江を筆頭に猪爪家の人たちに違和感を感じます。そんな中、智子は人見という女性の離婚調停に関わることになります。第73話は由美との心の溝です。新潟地裁への移動を命じられた智子、智子は初めて家族との間に溝ができていることを自覚します。特に一人娘由美との間に心の溝が生じていることを知ります。智子は弟直明から由美がこれまで智子に見せていた姿が由美の本当の姿ではなかったことを知らされます。新潟には智子だけが行くべきだという直明の言葉に智子は言い返すことができないでいます。由美役を演じるのは竹澤佐子さん。智子と由美との心の隔たりは以前から、由美がお母さんに構ってもらえず寂しそうにする描写や84点のテストを見せて智子が褒めてくれると思っていましたが、智子からの返答は間違えた部分はきちんと復習して勉強するのよ、そしたら次は100点だからという厳しいものでしたね。多くの視聴者の方が智子のこの発言に驚いたのではないでしょうか。そして智子の新潟地裁への移動は和田芳子の経歴とは違うものになっています。簡単に言うと芳子の判事としての経歴は次のようなものです。昭和24年に東京地裁判事補、昭和27年に名古屋地裁に移動、判事に昇格し女性初の判事に登用されます。その後昭和31年には東京地裁に移動。この移動はおそらく芳子が三淵健太郎と再婚したことで人事の配慮があったのかもしれませんね。そして昭和37年に東京家庭裁判所判事に、昭和47年には新潟家庭裁判所に移動し女性初の家庭裁判所所長にまで上り詰めます。この経歴、ドラマではどう描いていくのでしょうね。第74話は家族会議です。仕事に没頭するあまりいつの間にか家庭を顧みなくなっていたことを指摘された智子、道夫からも非難されます。深く反省した智子は家族と正面から向き合うことを決意します。花江は新潟には猪爪家の家族全員で行くという提案をします。すると花江の二人の子供たちから智子への不満が噴出します。智子は新潟に一人で行くべきなのか決断の時が迫ります。そして今後花江と道夫との関係性は恋愛に発展するのでしょうか。花江にも幸せになってほしいという視聴者のコメントも多く見受けられます。娘をおざなりにした智子は今回非難の的となりますが、猪爪家の経済は智子が大黒柱になっていることで回っているわけで、父親と母親、直明の姉と三役を務めなければならなかった智子のプレッシャーも少しは理解してほしいですよね。由美もこのことに気づく時が来ると思いますが。
第75話は、智子の謝罪です。智子は、猪爪家の家族みんなに、次のように謝罪します。ごめん、私は、家庭裁判所の母なんて言われて、みんなに優等生を求めてたわ、と。しかし、智子は、由美と一緒に新潟に行くと、その覚悟を伝えました。智子の転勤を祝して、滝川や桂原が参加。智子の壮行会が行われます。そして、皆から、新潟でも頑張れと、エールが送られます。一方、塩見が、京子を説得することに成功し、智子は京子と、ようやく話をすることができました。その後、智子は、米、轟、梅子らの元を訪れ、新潟に異動になったことを報告し、新潟へ旅立ちます。ところで、桜川涼子はいつ再登場するのでしょうか。涼子のその後も知りたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。